ナヒーダがなんだっけ、ナヒーダ実装されて最初の3日間で何億円、33億ドルだっけ、33億円だっけ、33億ドルやばいな、何兆円じゃん。天地が月ナヒーダって5日で33億円売れたとかじゃなかったっけ、確か。なんか記事読んだで、ツイッターで回ってきた。すごいよね。まあ神様だし、まあ、そもそも世界で原神の人口が増えてるから、まあまあ全然おかしな話じゃない。33億の女ブルゾンチエビみたいになってる。35億みたいな感じでナヒーダが33億ってね、いいね。神が来ることに更新されんじゃね。まあ多分ね、ある、原神の人口が増えてるってのが多分いっちゃんでかいな、理由としては。水の神は爆発100族で 5% の確率で死者蘇生とかだったら面白そう。それ多分弱いな、今原神誰も死なないしな、そもそも。水元素の神様、イエラン超えられるかな、行くか聞こえられるかも、正直怪しい気がするんだけどな。多分ヒーラーなんだよね、水元素の神様。水元素のコンセプトがヒールだから。まあ、炎元素は火力、水元素はヒール、草元素は熟知、雷元素は原茶、風元素は吸い込み、岩元素はシールド。氷は会心率かな、多分。氷元素共鳴的にね。まあ、それぞれ元素にはコンセプトがあるんで、まあ、神様はそのコンセプトにそぐ、調整になると思うからな。氷は氷砕きだぞ。弱いだろ。HP 上限上げる？それ面白いな。私がみんなをバフしますわ、バーンつってチームの HP 上限5000ぐらいチュイン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 って上がって、でまあなんか HP が増えてるといいことあるよみたいなね。でそれやるともっとイエランとかやばくなるから、どうなんですかね。どうなんだろう、わかんないな。イエランが強くなるだけな気がするんだよね。フォンテーヌ一番好き。いや私はフォンテーヌのリネ&リネットがいっちゃん好きっすね。早く貫突したいっす。なんかココミンと水の神様今んとこ役割かぶりそうだなーって感じがする。ちょっと気になる。ストーリーで実はココミンが水の神であったりしたら面白そう。それはねないわ。まあそういうのもあってもいいかもしれんけどな。